天気がいいな。ね、結局雨なんて全然降らないよね。うん。雨降るっていう噂は一体何だったんだっていうぐらい。私は降らないと思ってたよ。出た後だし。これちなみにさ、どんな感じなんですか、その今回行くブロカンとは。わかんないけど、私がインスタで見てて、いつもなんか素敵だなって思っていて、フォローもしているお店か出店しているやつで、まあそのお店が素敵だっていうのもあるけど、多分その、そこに出してる人たちが結構みんな素敵っぺくて、行ってみたいなって思ってたんだけど、遠いからそこまでちゃんと調べたことなかったんだけど、うん、さっき起きてこう何じって見てたら、月の最終日の最終日曜日サイエーとか言って書いて今日しかないってこと、うん、と思ってで見たら、うん、アビニアよりちょっと手前だから、うん、まあまあね、まあね、ちょっとね、まあ、って感じで俺に行ってみたわけで、そうどうですかねって、うん、まあ無理ですよねっていうスタイルで行ってみたら意外と行こう、うん、そうそうそう、やはりこう行こうとかじゃなくて無理だよねっていう言い方ってよくわかってんね男の扱いは。そうだよ、男は無理だよねって言うと行けるよってなるから、ね、いや行ける、なん無理じゃないよってなるからね。こうそういう感じで、やっぱりそんな大変だよねって言ったら大変じゃないって言ったっていうスタイルですね。さすがだな、マルコ。それあれだよ、男の扱い方教科書に載せておくべきだよ。そうなの、うん、それは確かにそう、うん、男はダメ、無理だよねって言われると、いやそんなことないよって言いたくなっちゃう。そういう人じゃない人もいっぱいいるんじゃないの。そうだね、ちょっと厳しいなとか言って、いや本当に厳しかったのね。例えばさ、まむこはさ、うん、いやこっからね車で12時間なんだけどね無理だよねって言ったらうん、それはちょっとさすがに厳しいかなってなるわ。それはそう、さすがに。まっすぐ D3 に入ってくださいね。はい、すごい、見て、なんか山がすごい。何あれ、あそこの山何、あれアルプスピレネそうなの？え、そうじゃない多分。アルプスってあんま低くないだろう。これはですね、何かな？これはね、あ、レバスロックです。レバスロック？うん、レバスロックって山だね、多分ね。わかんない。レバスロックって地方だね。全然違うじゃん。うん、そうね、わからない。あ、そう。うん、わからないな。ここは。ここはね、あ、これはね、アルピーユ自然公園。公園なんだ。パークナチュレルレジオナルドアルピーユ、アルピーユっていうところですね。すごいわね。あ、間違えたかも。え？どっちやねん。まだ全然そんなとこたどり着いてなかった。ここの前でほら見て、激しいよ。なんか綺麗。わかんないでも。赤土。なんかまあ山。800m 先って出てるよ、こっちには。それが止まってるね。危ないわね。そうだよ。700。はい。じゃあ私の方も確認しとこう。これだ。これですよ。はい。あ、いや、戻ってきた。やばい。いやだ。何も戻ってないよ。はい。ラウンドアバウトは右を出てください。D7N。はい。どこかな。電波ちゃん。3ユーロ。はい。暑い？かける？大丈夫。私は平気まだ。それを、ラウンドアバウトを D7N の右に行ってください。最初の1個目だね。あ、ここにもブロカントある。ビアンブンにブロカントって書いてある。ここブロカントの店なんじゃないかな。うん、そうだね。あら、一泊しちゃう？猫どうすんだよ。あ、そうすね。忘れちゃいけねえ。いやすごいね。アビニオンじゃないか。ここはアビニオンではないけど。ブロカントの店がいっぱいあるじゃん。うん。普通に。やっぱだからアビニオンにここに泊まりに来るしかないよ。そうなの？あ
あのブローカントの旅、うん、アビニオン、どう YouTube で、うん、アビニオン、ブローカントの旅。でもアビニオンなのかどうか確認した方がいいんじゃない。この辺でさ、車借りてさ、あもういろんなとこ回ったらいいじゃん、うんまあ、そうなんだけど、ブロカントがいっぱいあるのはアビニオンなのかっていうのをまずリサーチするとこから始めた方がいいんじゃないのっていう話ですね。おっしゃる通りでございます。なんかすごいとこ入ってきたけど、本当にこんなとこでやってんの、すごいね、うん、これだってまだ街に到着してないからね。ああ、なるほどね、うん、大きい街なのかね。こんな大きくはない。そうだよね、うん。あ、ぶどう畑がすごい。ぶどう畑ガンガンじゃん。そうよ。こういうとこのさ、オーベルジーヌとかに泊まってみたいな。あ、いいね。だからやっぱり来ようよ、うん、もう次は俺も心は決まったよ。あ、そう、うん、ブロカント巡りする、この辺泊まって、うん、だって視聴者の皆さんも大好きじゃない、ブロカント、うん、こっちのブロカント巡りなんてなかなかいい企画だと思わない。そうね、わかんない、いいのかどうかはまだわからないから、私は慎重派だから、ね、そこでそこで適当にうんうんとか言って言うとさ、ほらなかったじゃんとか言われて私が責められても困るから、ちゃんとした確実に。なんで俺が責めるような、責めるちゃうことになってんの。俺そんな責めないじゃん。すごいネチ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 言われる。それマミちゃんじゃん、ネチネチ言ってくるのは。私はそうじゃないと思ってさ、私は絶対違うと思ってたとかさ。後で言ってだって思ってたんだなら言えよ。あ、後ろがやばい、後ろがすごい詰まっちゃってる、後ろがすごい詰まってます。あらららら、すごい、本当になんもない。どこ、ここ。大丈夫、もうすぐほら家が見えてきたじゃん。なんだ、あ、そう、あと 1.7 キロ右ね。はーい、マスドシャボーっていうとこらしいよ。本当だ、街見えてきた、街見えてきた。あれはマスドシャボーかな。マスドシャボン、シャボシャボ、なんかフランス語っぽい響きなのかな。あ、500メートル先右ね、はい、そうもう着いちゃうから。すごい、ポイって着くよ。あ、そう、曲がったらおっっていう感じ多分。大丈夫かな。なんで銀行とかあんのかな。あるよ、だってお店いろいろあるもん。そうだよね、うん、これじゃない、これん、うん、これじゃない、なんかダメって書いてある。横の先、あれ行けないだから、はい、はい、ちょっとデビアションもあるし、うん、デビアション、まあどっちからも行ける。じゃあこっち行ったら、うん、突き当たりを左でお願いします。はい、あれだ、このね、とか多分一方通行で入れないから、うん、もうこの先の十字路で、うん、どっか止めるとこあったら止めるぐらいの勢い。うん、そういうことなんじゃない、もしかしたら。これも止めちゃっていいんじゃない、だってみんな止めてるよ、うんうん、じゃあ止めちゃおうか。はい、ここでもこれだよ。あ、まあでもさ、うん、もうちょっと下がれば大丈夫か。お、なんか、おお、あ、なんかやってる、やってる、やってる、すごい、よかった。あ、カゴがいっぱいあるよ、ツーさん。あ、マミちゃん、すごい、いきなり最初からテンション、お、すごい、すごい、すごい、確かにすごい。Oh my goodness! これはまずいね。Oh my goodness! This is great! やばい、ツーさん。かわいいものしかないかもよ。やだ。すごいね、これ、本当に。おお。すごい。クマも可愛いもの、うん、すごいね、うん、テンション上がるね。やばい、どうしよう、ちょっとどうしたらいいんだ。あ、椅子もあるよ。本当だ、あ、可愛い。56ユーロだよ、安いやばい、でも椅子買ってどうすんだ。いや、送ればいいんだ。じゃあ50ユーロだよ、安い。どうしたらいいの。あ、カゴも、ツーのカゴがいっぱいある。カゴ、あ、ピクニックバスケットもある、ピクニックバスケットもある。あ、本当だ、どうしよう。このクマもかわいいよ、うん、あらら、ボンジュー、ボンジュー、ボンジュー、メナメシデアンギリー。
やっぱ英語の人とかも来てるもん。うん。うん。かわいいこういうのとかね、うん、すごいなんかフランスっぽいじゃんね、うん、かわいい。このお皿もかわいい。あ、本当だ。シャルグミーヌでござる。かわいい。しかも状態もいいね。うん。これソーシエールもある。ここでみんなランチしてるんだね。うん、ね。あー見て、こんなのもいっぱいあるよ。すごいね。すごい。なんか夢のようだわ。すごい、見てほら、リカールのさやつとかもいっぱいある。でもやっぱ安くない、高い、ちゃんと。でもこういうのとかもめっちゃ可愛くない、なんかほら瓶。本当だ、可愛い。ほら見て、でもやっぱ やっぱり高いよ、ほら25ユーロとかしてるもの。朝のあれ買えばよかったね。お皿もすごい、でも高い。あ、でも揃ってこれ12枚で80ユーロとかだ。すごいね、状態も良くて、もう本当にプロだね。完全にプロです。おえー、あ、ここにもほら見て、いっぱいいっぱい、いろんなこんなのとかもかわいいね。これ帽子っていうやつらしいよ。おお、きれい。美しいな。どうしよう、どうしたらいいんだろうね。はい、考えてください。はい、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう。なんか馬もかわいいよ、もはやよくわからない。ちょっとお顔がでもかわいい。そう、ダメでした。いろいろある。どうしよう、こういうのもかわいくない、ほらグリーンで。おいくら？これはね、25ユーロ。あー、すごい。これさ、あれでしょ、ん、なんだっけ、バカラでしょ。あ、めっちゃ揃ってる、うん。あー、ここもお皿あるよ、見て見て、ほら。でも高いな、やっぱ値段がお高めなのね。うん、やっぱりお高め。でもこれとかほら15ユーロかわいい。あ、これとかかわいいね、ほら。ほんとだ、むむ、難しいわね。うん、こういうちっちゃいさ、なんかルクルーゼみたいなのもかわいいよね。うん、かわいい。まあ持って帰るにはちょっと重いんだけど。あ、なんかさ、うん、こうプレゼンテーションとかもうまいんだよね。そうそうそう、すごい、もうプロって感じがすごいする。見てるだけでもう楽しいね、これはね。ほら見て、このミシンの置き方。なんか突然プロの世界にやってきた感じ。うん、めっちゃプロの世界にやってきたよ。だってお靴もセリーヌだもん。これもかわいい、このお皿とか。かわいいね。でもこれ全部で30ユーロなんだ、多分ランサンブルでって書いてあるから。本当はそんな高くない。まあ物によるんじゃない。ワイドナーはそんなすんごい安いってことはないけど、うん、いろいろ全部揃ってて状態も良くてみたいな。うん、このソーシエールもかわいい。うん、かわいいね。これサルグミンヌ。
15ユーロ。やば。おへ。あ、見て、これも可愛いよ、ほら。可愛いものだらけってやつだね。まさに。あ、どうしたらいいんだ。どうしたらいいんだ。カゴもいろいろあるし。カゴすごいね。うん。このカゴとかも可愛いね。うん。いくらなんだろう、書いてないけど。でもこれが25だからまあ30とかそんなもんだね、うん、きっとね。交渉するよ俺。うん。この値段は多分交渉できるか。まあプロだからね。これとかもほら全部揃ってるよ、ちゃんと。砂糖、ファリン、カフェテ、エピス、ポアブル。うん。このリモージュのカップもこれ全部セットで50ユーロだって。綺麗だよね、すごい。綺麗、やっぱ状態がなくてちゃんと全部揃ってるの素晴らしい。そうね。でもこんなにいらないのこんなにいらないのよね。なんかもうこういうプレゼンテーションを見るだけで幸せな気持ちになるわねすごいな。これとかさ、あのコーヒーをさこうやってやる壁掛けのやつでしょ。あ、そうだね。かわいいね。もかわいい。すごいよ。プロって言ってもさ、なんか質がいいだけじゃなくてセンスがいいのよね、うん、そうなの、上手なの。みんな毎回出してこうだんだん学んでいくのかもね。すごい、このやっぱこれいっぱいあるよ、ピクルス入れ。あ、本当だね、うん、やっぱりすごいメジャー。みんなピクルス作ってたのね、うん、かわいいな。こういうちょっと土っぽいものも最近惹かれるわね。ねえ、どうしようかな。おお、本当に全ての場所が素晴らしい。骨とかもすごい綺麗なんですけど。何これ、メイソンズ。これイギリスのだ。可愛くない、これ。すごく可愛い。でもこれ全部揃ってるから、こうなんかおいくらなんでしょうね、わかんない。これは高そうだ。100、まあ、余裕で100はする。まあ、セットでね、うん、可愛い。すごい綺麗なんだけど、100なんかじゃ済まないか、わかんない。これも素敵よ、うん、これさらっとそこ横にあるところがこう上手よ ね、 本当にね。もうこうやってカゴの上にレースがこうパサーってなってるだけで夢のようですね。そうねあー、すごいわ。これとかもすごい綺麗。これ。かわいい。これあのお布団カバー。かわいいね。かわいいでしょ。すごい素敵じゃない？うん、すごい素敵。キルトだよ、だって。うん、あ、でも安い、49.9 だよ。230×207。素敵ですね、これ。うん、ほら。すごいね。あ、これすごい素敵なんですけど、突然こう画然とお値段が安いということで。このナプキンとかも可愛いけど、でもちょっとトゥーポップかしら。まあでも可愛いと思うけど、なんか物によって合わせるものに。なんかピクニックとかに良さそうよね。うん、ね、でもまあちょっとあれかな。このグラスはいくらなのかしら。聞いてみたらわかんない。うん。ラーメンキスキズモア。さあ、カフェコンビアン。ルサービス。Oui. Oui. Oh, non, ça va. 140 pour tout. Vous connaissez la marque? Ah, je ne sais pas, mais ça vient d'Angleterre, c'est ça? Mason. Mason. C'est très cher, ça vaut 400, 500. Mm-hmm. Donc, c'est pas possible d'acheter uniquement les deux. Non, je sais, on m'a demandé déjà, mais je ne peux pas. J'ai. Ah, c'est où? J'en ai deux, mais c'est pas pareil, sont des roses. Oui. Ah, ça, c'est 30 euros avec les petites roses. Ah. 15 euros une, 15 euros là. Je fais les deux, elle et lui.
Vous voulez que j'enlève le papier? Non, mais j'ai ça, ça voilà, beaucoup. C'est très très joli. Ouais, c'est vrai, je suis, moi j'aime beaucoup aussi, mais c'est en fait, si vous achetez ça dans le commerce, c'est pas ancien, mais c'est anglais, c'est Mason, c'est l'équivalent de Villeroy et Bosch, c'est ça. Ah, d'accord. C'est très très cher. Ah bon? Mais c'est un investissement, après vous le gardez oui. Toute la vie. Hein. Oui, oui. Oui, et celui-là c'est plus français. Voilà. Voilà. D'accord, ok. Bon, bon. Merci madame. Je vous en prie. Et ceci? Oui, c'est, ouais, c'est très joli. Vous voulez l'ouvrir complètement? Oui. Il n'est pas abîmé. Hein. Ok. Oui, il y en a. Vous venez d'où? Japon. Ah, Japon, mais on habite à Paris. Mais... Génial. Mes enfants rêvent d'aller au Japon. Ah bon? Ah bon? Oh là là, ils veulent aller au Japon, Japon, Japon. Oui, moi je veux bien, mais avec le Covid, c'est difficile. Oui, 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 maintenant, oui. Mais c'est le voyage de mes enfants. Ils veulent absolument aller au Japon. Ah oh, ouais, parfait. Bon, alors j'ai dit ok, mais plus tard. Plus tard, oui. Quand il n'y aura plus le Covid. Oui, oui, oui. Enfin, ça c'est pas sûr. Enfin, quand on sera tous vaccinés, on va dire. Ouais, oui, oui. Voilà. Mais c'est très joli, Moi je suis là. Est-ce qu'on peut négocier un peu plus le prix pour ça? Oui, bah, alors il est à 49. Ouais. Hein? 40? Oui. Ouais. 40, okay. C'est ouais, bien. 40, c'est bien. Et donc, à tout à l'heure. Merci. よかったね。うん。あれもでも。これ可愛いんだけどな。でも、まあ確かに古くはないんだよね。いや、でも可愛い。めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。150か。買っていいと思うよ、俺。マジか。うん、でもただ値段は交渉する。まあね。もっと全然下げられる。まあね。